こんにちは。まあ、クリプトの昨今の低迷ね。うん、これ結構追い風になってくるのかなっていう気もしますね。このクリプトに、あの、いろんな方の目線が向かないうちに、なんか絶好の仕込みができるんではないかなと思いますね。まあ、前向きに考えればですけどもね。でもこのままクリプトが人々の関心を失って消滅するっていうリスクも当然ありますんで、全くゼロにはならないにしても、もう利益を求めるようなね、大きな市場にならない可能性もあるんですよ。 まあけどやっぱ返す返す思いますけどもやっぱビットコインと中心としたあの人類共通の通貨ってものがあるのは今現実あると思うんですよビットコインをはじめとしてね、うん、だからなんか淘汰はされるだろうけども躍進するものも必ずあると思いますよねでそのブロックチェーンを使った暗号通貨これのまた別の側面としてその NFT っていうのがあったりとかちょっと前だったらね ディーフ,ファイっていうのがありましたけどもディ i ファイもちょっと私やりかけてるときにこれはなくなるなと思ったんでパッとねあの講義からも外したんですけどもやっぱりそれは良かったかなと思いますでちょっと前はねル,ルナっていうやつだったかな個別銘柄があの冒頭したと思ったらもうほぼ無価値になるみたいなことをねやったりとかねその時に思ったんですけどもインフルエンサーって特定の通貨を仕込んでおいてそれを放送することによって売り抜けることができるんだなっていうことですよね でもまあ、それするとね、インフルエンサーとしての、その質が落ちるっていうか、人気が、信用がなくなるんで、まあなんか某人みたいにね、もう裏に隠れないといけなくなっちゃったりとか、それまでガンガン YouTube で発信したのに、儲けたとたらもう表に出れなくなっちゃったみたいな。その人個人にとってみたら、本当にね、マーケットからお金集めて、で、しめしめって感じなんでしょうけども、なんかね、ちょっと釣れないですよね、そういうのはね <laughs>。はい。まあ、あの、私もね、 同じように考えてますんで、メールいただきましてありがとうございました、まあ。さすがだなと思いましたよね。まあ、ピラミッドの頂点に座布団って感じですよ。はい、お疲れ様でございます。ありがとうございました。